K1 参戦一発目ででかい大会で小沢海人なんで、まあ美味しい試合なんで、逆に美味しいかな、勇気あるなと思います。ちょっとあんま聞いてなくて分かんないんですけど、1年空いたと思うんですけども、自分を見つめ直すいい時間だったのかなって。1年間なんか遊んでばっかだったんで、まあ、そんな感じです。向かい合った時に全然オーラもなかったし、闘争心も感じなかったんですよ。現場の兄ちゃんみたいだなみたいな倒して勝つのは好きです。まあ倒されたら倒し返せばいいですよ。何飛びから見せる、皆さん久々です型にはまる気はないんで、別に誰かになろうとかじゃないんで、自分のやりたいようにやるんで、試合したくなったらします。やれて最高っす。まあ理想っすよね、自由っていうのは。まあまた自由とそのやりたい放題っていうのはまた違くて、自由って結構窮屈だったりするんですよね。まあミスターやりたい放題みたいな感じじゃないですか。そこ履き違えちゃちょっと違うと思う。そうですね、ちょうど1年ぶりなんで。闘争心もありつつ、なおかつ冷静で、殺し屋みたいな感じですよね。視野も広がったし、いい意味で大人になったんじゃないですかどうですか、周りから見て。おお、あ、お疲れです。お疲れ様です。ありがとうございます。あれ、今日は何だ。今日は自分らが取材してるシーサイドベースっていう野外です。これからです。楽しいです。毎日楽しいです。やばい、急げ急げ、結構ガチで音楽めっちゃ頑張ったっすね、去年ですね。頑張ったっていうか、いろんな人とつながれたっすね。なんで格闘技の方は全然できなかったんですけど、試合とかは。でも1年ぶりからの1年ぶりの試合だったんで、でそこからの1年で小沢海人なんで、1年に1回しか試合ないです。そう、メイウェザーみたいな感じです型にはまる気はないんで、自分のやりたいようにやるんで、今大阪でメインで練習してて、まあ、住んでるのは京都なんですけど、で毎日いい練習できてますね。毎週東京来てるんで。ウェイ、小沢海人はそうです、余裕ですね、気にしてなくて。確かに昔は強かったと思うんですけど、今は強いとは思わないですね。まあ今の自分なら全然大丈夫かなって感じですね。しかもなんか向かい合った時に全然オーラもなかったし、なんか闘争心も感じなかったのし、なんかファイターな感じしなかったんで、全然いいかなって気にして。現場の兄ちゃんみたいだなみたいなパッと見と一言二言で、あ、素直な子なんだろうなっていう印象でした。まあ、直接喋ったことないんで、そこは全然わからないですけど、どういう人なんですか。
サポートよろしくお願いします。まあそうですね。まだ22なんで、酒もガンガン飲んでもらって、体ぶっ壊してもらって、ね、そのうち分かる時が来ると思うんで、何もかも経験だと思います。自分はみんながいて毎日楽しいんで最高です。楽しいっす。毎日楽しくてしょうがないです。頑張って頑張って余裕でしょ、めっちゃけ余裕でしょ応援しろ、それらもワン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 その福島県出身で、まあ、東日本大震災を経験してちょうど10年目の年なんですよ。俺にとっても節目の年なんで、東北のみんなになんか福島県出身で、あ、こんだけ頑張ってるやついるんだなっていうパワーも与えたいですし、で本気で思ってますね、そういうのは、はい、パワー与えたいですね。それ昔は何だろう、もう本当に闘争心だけっていうか、殴る理由がただ殴りたいからとか、そういう理由だったんですけど、今はなんか誰かのためにでも戦ってもいいんじゃないかっていう気持ちも芽生えてきてるっていうか。小沢海斗、右側視線は全く絶対外さない。 K-1 ジムチームドラゴン、タケル、ちょっと足止まってきた。タケルの左半、挑発どころじゃないですよ。もう K-1 に出てきてくれて、もうサンキューなーって感じですよ、本当に。小沢海斗はそうです、余裕ですね。フェザー級今若い人が多いんで、しかも強い人も多いんで、層も厚いしキャラもいて楽しいですね。格闘技なんでエンターテインメントなんで、お客さん楽しませてなんぼだと思うんで、しかもケーズフェスタででかい大会なんで盛り上げたいですね。多分見たら多分楽しいと思うんで、結果見てくれる人は見てもらって、見たくない人は見なくていいんで。おはようございます。じゃあその前に今日来てくれた女の子ビゴプしとこうか。ナナナセクシーバディー